こっちの記憶は、つながりを考えると、あっちにまとめた方がいいわね。これは、ああ、夏休みのやつか。宿題を最終日まで放置してて、現実逃避に大掃除を始めたのね。からかいフォルダに移動っと。しっかし、海で遊ぶ記憶がやたら多いのよね、こいつ。しかも大体女の子と一緒。そんなことばっかしてるから宿題を忘れちゃうのよ。夏、海。私には縁のない話だわ。なんかちょっとムカついたから、海でのやらかしをまとめたフォルダを作ってあげようかしら。やめたげない。って、なんで当然のようにあんたがいるのよ。また勝手に入ってきたわけ？どういう理屈なのかしら。前回はそういうこともあるかって流しちゃったけど、何度も怒るようなら見過ごせないわ。何かここに来るきっかけみたいなものはあった？どういう状況でこうなったのか教えなさい。私のことを？それって、ううん、そんなわけないか。あんただもんね。わかってる、わかってるわよ。けど念のためにね。具体的に私の何を考えてたの？ふーん。てか、なんていきなり海なのよ。私別に海に行きたいなんて言ってないわよ。夏だから？知らないわよ。季節感なんてここにはないし。そういう季節だからって何も考えずに誘ってるでしょ。海の記憶がやたら多い理由もわかるってもんだわ。悪いけど、私は忙しいの。他の子たちを誘ったら？きっと喜ばれるわよ。私に喜んでほしいって？何よそれ。何なのよ。妙に推しが強いわね。私がたまに外に出るようになったからかしら。誘ってくれたのは嬉しいけど、やっぱダメよ。この羽とか目立っちゃうでしょ。何より、ほら、私水着とか持ってないし。一緒に？それって、あんたが選んでくれるわけ？そう。私の水着をあんたがね。なんかちょっと面白そうじゃない？仕方がないわね。ならこれから買いに行きましょう。あんたのセンス、私が確かめてあげるわ。やっぱ見られてるわね。無理もないか。私のこの体、目立つものね。アキラとかも大概目立つと思うんだけど、さすがに羽は生えてないし。ああ、はいはい。出ました、あんたの天然発言。私はそういうのでキュンときたりしないわよ。いいからさっさと行きましょう。このままじゃ無駄に注目を集めちゃうし。あ、そっちじゃない。あんた道間違ってるじゃないの。ブティックの道はこっちよ、こっち。道に詳しいって、当たり前でしょ？私を何だと思ってるわけ？ガイド要請よ。あんたって本当に方向音痴よね。目を離すとすぐ迷子になっちゃうし。まったく。私が見てないとダメなんだから。さて、到着っと。早速選んでもらおうじゃない。私の水着をね。それにしてもあんた、女の子用の水着売り場の前でも、全くひるまないわね。こういう時って、もうちょっと照れたり恥ずかしがったりするものじゃないの？私の認識が間違ってるのかしら。
そもそもあんたに一般的なイメージを当てはめるのが間違いか。よく考えたら、私はずっとあんたを見てたわけだから、一般的なイメージなんてものは知識上の概念で、最も身近でよく知る男の子はあんたなんだけどね。え？ああ、水着を選んでくれたの？見せてみなさい。清楚でありながら高貴って感じね。でもこれ、ボディラインに自信がないと着こなせないわね。何？どこ見てんのよ。はい、失格。もう絶対着ない。はい、残念。一発で決められなかったわね。好みを教えてほしい？何言ってるのよ。あんたが選んでくれるって約束でしょ？私に聞いて決めたんじゃ、それは私が選んだのと変わらないじゃないの。ほらほら、頑張りなさい。女の子って感じね。ピュアな子がちょっと冒険してみたって頑張りも感じるわ。私はほら、この通りちょっとひねくれちゃってるし。なるほどなるほど。まだ少し決め手に欠けるって感じ。これじゃあ私は納得しないわ。さあ次よ次。めげずに頑張んなさい。期待してるわよ。スクール水着。なんでこんなのが売ってんのよ。そしてあんたは、これが本当に私に似合うと思ったの？答えによっては恥ずかしい記憶を見せ続けるわよ。ネタに走るんじゃないわよ。あのね、女の子の水着を選ぶのに総当たり戦しないでくれる？もっと真剣に選ぶの。女の子のショッピングをなめたこと後悔しなさい。はい、お疲れ様。あれからいろいろ選んでくれたけど、あと一つ足りないわね。何？あと一つがわからないって？仕方がないわね。ヒントをあげる。あんたが好きだって思ったものを持ってきなさい。それで、これがいいって言えばいいわ。じゃあこれにする。え？いいのかって？うん、もう決めたわよ。最初から私にこだわりなんてないしね。じゃあどうしてこんなに悩ませたんだって顔ね。あんたも分かってないわね。ま、分かんなくてもいいけどさ。別にどんな水着だってよかったのよ。あんたが選んでくれるならね。ただ、そうね。あんたが私のことを考えて悩んでる顔が見たかっただけ。え？別に何も言ってないわよ。それより水着は決まったんだから次に行くわよ。何よその疲れた顔は。せっかく街に来たんだから最後まで付き合いなさい。ガイド妖精の言うことは聞くものよ。私と海で遊びたいだなんて、どういう風の吹き回しなんだか。ま、たまには付き合ってあげるわよ。暇だったし。Yeah.
念のため海の周辺環境を調べておこうかしら。美味しい店とか危ない区域とかもピックアップして。ガイド要請だからね、これくらいは当たり前よ。あんたと海に行くってことは、何かしら事件が起きる覚悟をしておかないとね。え？何も起きない方がいい？それじゃあ単なるで、なんでもない。あ、もう、変な意識させるんじゃないわよ。この体になった影響かしら。私はガイド要請、ガイド要請。水着を買って次の日に海なんて、ちょっと急ぎすぎかしら。これじゃあ私が早く水着を着たがってるみたいじゃないの。いやいや、これはあいつが言い出したことだから仕方がなかったのよ。選んでもらった以上ちゃんと着て見せなきゃってね。本来こういうのは私の役目じゃないんだけど。着替えはちゃんと一人でできた？女の子より着替えが遅いなんていただけないわよ。まあ私は昨日のうちに何度も試着してたから着替え慣れてたんだけど。で、今のなし。何でもないから忘れなさい。いいわね。それでどうなの？あんたが選んだこの水着。私とあんたの仲だもの。気取った感想なんていらないわよ。とんでもなく気取ってきたわね。どこで覚えたの？あんたらしくはないけど、悪い気分じゃないわ。花束とか用意してたら笑っちゃってたかも。さて、それで今日は何をするの？プランはある？言っておくけど、海でのシチュエーションはあんたの記憶で散々見てるからね。お手並み拝見させてもらうわ。私を喜ばせるのはハードルが高いわよ。これが砂浜の感触。柔らかくて足が沈み込む。妖精の時は小さかったから分かんなかったけど、あんたたちと同じサイズだとよく分かるわ。なんか不思議な感じ。あ、ちょっと見なさいよ。カニね、カニがいるわ。昔はちょっと怖かったけど、今の私ならへっちゃらね。こっちにいるのは何？あ、砂の中に隠れたわ。待ちなさい。私からは逃げられないわよ。これが海。まだ全然波打ち際だけど圧倒されちゃうわ。でもさすがにいきなり飛び込んでいく勇気はないわね。あんたはまだ泳げないんだっけ？ダメね。こういう時はちゃんとエスコートしてくれないと。ま、ここでチャプチャプしてるのもいいけどね。あんた今私のことちょろいとか思わなかった？今のその海が珍しくて先走っちゃっただけ。私が喜んでると思ったら大間違いなんだから。ほら、今度
度こそあんたのお手並みを見せてちょうだい。言うと思った。一番予想できた選択だわ。でもま、構わないわよ。驚きはないけどね。いらっしゃいませ。さて、何を食べようかしら。焼きそば、ラーメン、カレー。海の遊びは体力使うからメニューもがっつりめね。悩むわね。この体って食事が必要なわけじゃないから、栄養摂取より味見するっていう意味合いの方が強いんだけど。はい、お決まりですか？全部？メニュー全種ご注文ですか？ちょっとあんた、一緒にいろいろ食べようって。私が味見なんて言ったから。だからって全種類はやりすぎでしょ。食べきれるはず。いえ、無理してでも食べるわね、こいつなら。思い切りのいい彼氏さんですね。じゃあ全品ハーフサイズでいろいろお試しできるようにしましょうか。悪いわね。それでお願いするわ。彼氏、彼氏ね。ゆいあたりなら赤面しつつ目をぐるぐるにして否定するところだけど、こういう時はドシンと構えておけばいいのに。どうせこいつ鈍感なんだから。苦しい。お腹がいっぱいよ。いくらハーフサイズとはいえ全種類はやっぱきつかったわ。味は十分楽しめたけど。あんたはさすがよね。ほとんど食べきってくれたし、ペコリーヌちゃんたちに鍛えられてるおかげかしら。で、次は何をするの？悪いけど泳ぐとかはすぐには無理よ。あら、それってゴムボート？おお、海の家で借りてたのね。あんたにしては手回しがいいじゃない。それなら確かにのんびりできるしいいかもね。じゃあ海の上でゴロ寝と行きましょうか。海の上で横になって見上げる空っていいわね。ほんと絶景って感じ。ねえ、そう思わない？日常と隔絶された感覚っていうのかしら。こういうのがバカンスの醍醐味よね。あら、どうして謝るの？別に私は怒ってないわよ。ちょっと居眠りして海を漂流してるだけじゃない。あ、いや、本当に怒ってないのよ。あんたと一緒にいて何も起きないはずがないのは分かってたもの。私だって居眠りしてたわけだし、ご飯食べた後ですっかり油断しちゃってたわ。だからこれは別に失敗でも何でもないの。いつものことなのよ。逆に安心したくらい。あんたもこの程度のことでそんなに落ち込む必要はないわよ。今あんたの隣にいるのは誰だと思ってるの？ガイド妖精のアメス様よ。周りに何も見えない海の上であろうとも、あんたを導くのが私の仕事。うん、海岸はあっちね。すぐに戻ってもいいけど。そうね、もう少しだけこのあんたらしいトラブルを楽しみましょうか。でかいサメとかイカとかに襲われるかもしれないけど。ほら、もう一眠りしましょう。あら、起きた？まだ寝ぼけてるみたいね。結構遊んだし、多めに見てあげるわ。
一日ってこんなに短かったのね。うん、思った以上に楽しめたわ。お手並み拝見なんて言ったけど、初めから分かりきってたことなのよね。私はあんたのこと誰よりも長く見てるんだから。あんたの周りにいる子たちはみんなこういう気持ちなのね。ほんのちょっぴり理解できたわ。なんでもないわよ。余計なこと言っちゃった。それにしてもはしゃぎすぎちゃったわ。知り合いに見られなくてよかった。いい、今日のことは他の誰にも言うんじゃないわよ。特にネビア、あいつに知られたら永遠にからかわれそうだわ。いい、約束よ。今日のことは私とあんただけの秘密だからね。そうはいかないわよ。海で一番楽しい遊びって何？せっかくだからあんたとやってみたいわ。やってみないとわからない？じゃあ全部やりましょう。今の光、それにさっきの声。そうでしょうね。あんたは何度も味わってるんだから。ここは夢の中だと思えばいいわ。仮想空間なんて言い方してもわかんないでしょ。どうやら私たちは夢の中に放り込まれたみたい。ねえ、ちょっといい？そこの人。ここはマルジェン海岸、楽しいサマーリゾートだよ。いや、ここがどこかじゃなくて、私が聞きたいのは。ここはマルジェン海岸、楽しいサマーリゾートだよ。同じ言葉を繰り返すだけの作り込みの甘さ、あまりにも仕事が雑すぎる。デフォルトのモデルデータを配置しただけだわこれ。ネビアめ、犯人は間違いなくネビアよ。さっきガイド妖精の専用チャンネルで声を送ってきたわ。あのバカ妹、ずっと見てたよね。あいつ何を企んでるのよ。そこの勇者様、私のお願いを聞いてくれませんか？は？急に何？勇者？いつ私たちは勇者になったの？実は海辺の貝殻が100個欲しいのです。集めてくれませんか？個数が無駄に多い。貝殻100個って気軽に頼むことじゃないでしょ。あとモデルの選択間違ってない？貝殻集めしてる面構えじゃないのよ。あんたも安請け合いしないの？ネビアの企みはともかく、どうやらこの頼みを聞けってことらしいわね。クエストってわけ？これをやらないとここから出さないとでも言うつもり？
強制解除してやってもいいけど、せっかく海に来てるのに無駄な時間を使うのは尺ね。やってやるわよ。どうもありがとう。これで私の故郷も救われます。貝殻100個で救われる故郷って何？まあどうでもいいわ。これで終わりね。今時何々をいくつ集めるだなんて、こんな古典的なクエストをやる羽目になるとは思わなかったわ。さ、クエストはこなしたし、さっさとレビアを。そこの勇者様、私のお願いを聞いてくれませんか？定型文。私こういう適当な仕事すごく嫌なのよ。あと海辺でタキシードのモデル使うセンスのなさも。しかもこの後絶対実はから本題に入るわよ。実は魔物が3匹暴れていて困っています。倒してくださいませんか？ほらね、なんであんたの返事も棒読みっぽいの？これ以上文句言ってても時間の無駄だわ。さっさと終わらせるわよこのクエスト。3体同時に出てくるとか親切な設計ね。というかシルエットをそのまま出してんじゃないわよ。ほら行ってきなさい。数は多いけど動き自体は遅いから1匹ずつ狙うの。そうね、近づく前に砂でも巻き上げて視界を塞ぐといいんじゃない？それなら攻撃も当てやすいわよ。なんかこういうアドバイスするのも久しぶりかも。お疲れ様。私のアドバイスは役に立ったみたいね。でもまだ終わりじゃないわ。ほら目を合わせないようあっちを見て。ん？正直あの巫女服のおばちゃんが何に困ってるのかすっごく気になるけど、いつまでもこんなのに付き合ってられないわ。というわけで逃げるわよ。はあ、この辺りまで来ればさすがにもう何も仕込んでないでしょ。まったく何だったのかしらね。誰かに頼まれて物を集めたり、誰かのお願いで魔物を倒したり、妙にゲーム的というか懐かしいというか。あんたはわからないわよね。私がフィオだった頃は魔物を倒してレベルアップとか、レアアイテムを手に入れるためにクエストをこなすなんてのが当たり前だったんだけど。ああ、そっか、そういうことなのね、レビア。余計なことしてんじゃないわよ。まったく。くだらないことよ。ところであんたは何も思わなかった？この夢の中に来てからの私に。さ、ひねくれちゃった心はそう簡単に戻らないってことね。こうしてあんたの隣に並んでるとやっぱりちょっと違和感があるわね。ええ、昔の私は小さな妖精だったから、いつもあんたの周りをうろちょろ飛んでた。疲れたらあんたの肩に乗ったりしてさ。今はほらそういうことができないじゃない。常に自分の足で歩かなきゃいけない。それがなんか慣れないのよね。
やっぱり私はあの頃の私とは違うんだなって。え？どういうこと？突拍子がなさすぎるのよ、あんたの行動は。勝手に持ち上げといてフラフラするんじゃないの。怖い怖いってば。っていうかあんた、重いとか言ったらぶっ飛ばすわよ。本当にあんたってやつは。何？頭にしがみつかないで。捕まらないと落ちちゃうんだから仕方ないでしょ。ほら、もっとまっすぐ歩きなさい。昔の方が乗り心地が良かったわよ。せっかくだからしばらくこのままでいましょうか。文句は言わせないわよ。あんたが始めたことなんだから。前が見えない？いいじゃないの、私がいるんだから。ガイドは私に任せなさい。二人でどこまでも行きましょう。あの頃みたいに。ね。ところで、夏休みの宿題は終わってる？前に苦しんでたでしょ？え、手伝ってほしいって。そういうガイドは受け付けておりません。水着に着替えて海で遊ぶか。まるで普通の女の子ね。少しずつ私もそうなれるのかしら。あんた、最近妙に私に構ってくるわよね。私の好感度を稼いでどうするつもりよ。海水浴なんて一大イベントにまで私を誘っちゃって。嫌なわけじゃないわよ。ただ、自分の心の置き所に困ってるだけ。どういうポジションで楽しめばいいのかって。アメス様？ガイド妖精のフィオ？それとも…はぁ、こんな悩み、私が持つなんてね。こうなったら答えはあんたに委ねるわ。考えなさい。そろそろ次の動きがある頃かしら。ネビアは無視されるのが大嫌いだし、こうして放っておけばしびれを切らすだろうってね。ほら、やっぱり。
今度は何よ。は？喫茶店に高層ビル？ここってあっちの世界じゃない。ネビアのやつ何のつもりでこんな。何よ、こっちをじっと見つめたりして。ちょっと恥ずかしいんだけど。私に何か。え？何よこれ。え？元の私？ネビア、あいつ私のモデルデータを勝手に使ってくれちゃって。仮想空間の中だからっていたずらが過ぎるわよ、もう。ねえ、そうよ、これが本来の私。やっと起きた。私は妖精のフィオ。アストルムのこといろいろ教えてあげるから、よく聞いてよね。なんちゃってね。それにしてもすごい違和感だわ。この世界に私がいるなんて絶対にありえない光景ね。当たり前よ。だってあっちの世界に私はいない。私はデータの中にしか存在できないもの。ああ、アキラやコッコロタンがやってたみたいに擬態に入るとかなら可能かしらね。でもそんなことする意味はない。私はガイド妖精、アストルムを案内するための存在なんだから。ま、せっかくだからちょっと歩きましょう。私は飛んでるから足を動かすのはあっただけだけどね。軽く見て回った感じ、人っ子一人いない。それにいろいろ制限がかかってるみたいね。ほら、見えない壁みたいなのがあるでしょ。寄り道はできないしようってわけ。とりあえずは進める方向にだけ進みましょう。私にしっかりついてきなさい。さて、駅までは普通に来られたわね。ということは多分、ああ、やっぱり電車が止まってる。これに乗れってことでしょうね。電車か。実はちょっと乗ってみたかったのよね。あ、駅弁売ってるかしら。電車に乗るときは駅弁が必要でしょ。ああ、人がいないんじゃ買えないか。残念。それじゃあ気を取り直して出発進行。海まで来ちゃったわね。ここで何しろっていうのかしら。ん？あそこ砂浜に何か埋まってる？これって宝箱？ここがゴールってわけ？ここまで振り回してくれたんだもの、それなりのものが入ってないと許さないわよ。開けてみなさい。妖精の水着？まさかこれを着ろっての？ふざけんじゃないわよ。私は絶対に着ないわよ。着ないと出られないわよ。あいつ仕方ない、着るしかないか。ちょっとあんた、そのまま水着を両手に置いて目を閉じなさい。なんでって、着替えるからよ。私ちっこいし、わざわざ更衣室なんて使うのもね。どうせこの空間には私とあんたしかいないもの。あんたに見られ、あんたが見なければ問題はないわ。どうせこれは夢だしね。目覚めれば忘れてるはずだもの。なんでまだ目を開けてるの？目を閉じなさいと。ちょっと、ったく
クネビアのやつ、ギルドハウスに閉じ込められてた反動かしらね。困ったもんだわ。あのいたずら好きだけは治らないのね。あんたはいつも標的にされてたし、災難よね。とはいえ、怒らないあんたも悪いと思うけどさ。ほら、何目を開けようとしてるの？よろしい。はぁ、さて、次は水着よっと。わっ、ごめん、転んじゃったわ。あんたの手の上でよかった。もうこの体勢のままでいっか。よいしょ。あら、あんた手に汗かいてるじゃない。どうしてかしらね。はい、もう目を開けていいわよ。待たせて悪かったわね。さて、ネビア、着替えてやったわよ。これでいいんでしょ。さっさとこの茶番を終わらせなさい。もうせっかちね、フィオったら。分かったわよ。で、あれ、これどうやって終わるんだっけ。ちょっと待ってて。適当に設定しすぎて何が何だか。のバカ妹は。はあ、もうしばらく戻れそうにないわね。はあ、ねえ、この水着どう？それはどう？なんてひねくれた言い方じゃダメね。ありがとう、素直に嬉しいわ。今のうちによく見ておきなさいな。忘れちゃってもいいからさ。今日は付き合わせて悪かったわね。軽く海で遊ぶだけのつもりがとんでもないことになっちゃったわ。でも楽しかった。いつもはお疲れ様って言ってすぐにバイバイだったからさ。久しぶりにあんたのそばで懐かしい思いをさせてもらったわね。え、またいつか。あんたが暇な時で全然いいからさ。私と。で、あいつ、もうふざけんじゃないわよ。はーい、お疲れー。今見てたのは夢みたいなものよ。で、最近は言わないんだっけ。それよりどうだった、私の夏プロデュース。面白かったでしょ。このネビア様がガイド妖精として楽しい楽しい海デートを演出。せいっ、いった。いきなり何するのよピオ。よくもまあやってくれたものね。勝手にシステムを使ってクオリティ低い仮想空間作って。こんなことした理由なんてもうどうでもいいわ。しずる直伝のお姉ちゃんチョップ、あんたに見せてあげる。もう見せた後でしょ。理由くらい聞いてくれてもいいじゃない。言ってみなさい。ぶっちゃけ楽しそうだったから。お姉ちゃんちょっと。にゃん。いっつだ。な、何よ。いきなり笑い出して強く叩きすぎた。いや、フィオらしくなったなって。いい夢は見れた？お姉ちゃん。まあ悪くはなかったわ。せいぜい感謝することね。私にガイドしてもらえたことは。それはそうと許さないわ。
なんで？すごい怒りを感じるんだけど。システム勝手に触ったの、そんなにまずかった？そっちはまあいいわ。あたしが許せないのはガイド要請にあるまじき間の悪さよ。何それ。続きはこいつを見送った後。ネビア、わかってるわね？わかったわよ。それじゃ、バイバイ。